こんにちは、ゆきです。今日は最近話題になっている中国の誘拐ですね。誘拐と人身売買についてお話したいと思います。今、有名になっているのは江蘇省ですね。首につながれた8人のお母さんというのが話題になっています。で、このニュースを見て、かなり衝撃を受けた人もいると思うんですけど、こういった話はよくあることですね。僕昔10年前に中国に留学しに来たんですけど、その時もそういった話はよく聞きました。もちろん、その女性だけではなく子供ですね。子供の誘拐。それから男性でも誘拐されます。目的は全部違うんですけど、例えば女性の場合ですね、誘拐した時は村に売るんです。今回のあの事件と同じですね。村に売って、そのお嫁さんにすると。村では、その伝統的な考え方があって、必ず、結婚しなきゃいけない。そして子供を産まなきゃもう人間じゃないみたいに、扱われるわけです。それで生まれてくる子供も男の子じゃないといけないと。男尊女卑の考えが強いわけですね。村といっても、日本の田舎のような感じではないです。本当の何もない農村ですね。もう山奥ですから、例えば町に出るにも山を一つ越えなきゃいけないような感じですから、日本でいう田舎とはわけが違うわけです。で、もう一つ例えば子供ですね。子供を誘拐した場合には、一つはですね、自分の子供にする。で、これはよく聞いた話ですと、旧正月ですね、中国の春節と言われる旧正月に子供を誘拐して自分の田舎に連れて帰って自分の子供だという場合もあります。もう一つはですね、その子供にホームレスをさせるんです。障害者としてホームレスをさせると、子供の場合はですね、お金をたくさん入れてもらえるわけです。なので、そういった理由で、子供を誘拐する。男の人を誘拐する場合は、以前聞いた話では、男の人を誘拐して、で、その人の腕とかですね、足を切断してですよ、で、その人にホームレスをさせるんです。それでお金を稼ぐと。そういう、組織みたいなのがあるんですね。その、障害者たちにお金を稼がして、自分たちが持っていくという。で、今回の誘拐についていろいろ調べていたら、ちょうどですね、中国人の YouTuber の方がですね、告白ということで自分のお母さんは売られてきた、村に売られてきたという告白をしました。で、その人が言うには、その人のお母さんは少数民族だと、雲南省出身の少数民族ということですね。で、少数民族で、18歳の時に誘拐されて売られたということです。で、その人が言うには、誘拐の方法は3種類あると言ってます。一つは、同意のもとですね、騙して誘拐をすると。例えば、その、中国の農村ですね、山の中。もう、盆地みたいなところに住んでいる人たちにとって、平原ですね。平地という生活に憧れがあるようです。その盆地の中みたいに人間関係もめんどくさくないし、いろんな情報も入ってくると、交通も便利だ。と、いろんなことを、幻想を抱いている人が多いそうで、そういう人たちに、そういった誘惑ですね。その平原のところは、お金もあるし、食べ物にも困らないと、いろいろ言って、騙して、両親にお金を渡して、連れていくと、そういうことです。よく人身売買で使われる省というのは、3つあるそうで、雲南省、貴州省、それから四川省、この人身売買が行われると、その人は言ってます。で、そのブローカーたちですね、その人身売買をする人たちは、まずこの3つに行って、辺鄙なところに行くわけです。偏僻な村に行って、で、そこで物色するそうですね。で、まず一つ目の方法は、その人たちを騙すと。で、その、盆地とか偏僻な村にいる人たちは、外に行きたい、外に出たいという願望が強いそうで、外にお嫁に行けば、新しい世界が見られるという幻想があるわけですね。で、そういうのを信じて、ついて行ってしまう人もいると。それから二つ目は、今回の事件と同じですね、暴力です。暴力での誘拐、拉致ですね。拉致をする。で、この拉致の場合はですね、人身売買とは違って、どこでも起こりうることですね。一つの例は、汽車ですね。汽車に乗るときに、ある大学卒業した女の子が、そのおばあさんを見かけたそうなんです。荷物をたくさん持ってると。で、そのおばあさんに、手伝いましょうかと言って、それを持ってあげたと。で、その時に、男が複数人やってきて、で、その女の子に暴行を加えたと。で、それで目が覚めたら、もうその村にいたということですね。村に売られてた。でもしくはその誘拐してきた女の人を、中継店みたいなのがあるらしく、そこに集めてですね、そこから売りさばいていくようです。その場合は、暴力で連れてきた人の場合は、ちょっと高くつくと言ってました。他にですね、ウェイボーにもこんな話が出てました。
で、その人はですね、結局は無事だったんですが、今思い返すとすごく、まあ、鳥肌ものだったということで、で、その人は、まあ、ちょうど田舎に住んでいて、そのバスですね、バスが30分に1本しかないと。で、ちょうど夜で雨の日、バスを逃してしまった。で、バス停で待ってると、他の車が来て、乗ってかないかと、連れてってやるよと。すごく優しそうなおじさんだったらしいんですね。で、その人は住んでたのは北京です。で、そのおじさんのとこに乗って、まあ、しばらく動くと、後から、もう二人の男の人が乗ってきたと。で、その時にその女の人が、まあ、話、もういないような感じでこの三人の男で話を始めてたらしいんですね。一切気にしない感じで。で、この三人の男たちの話す、そのイントネーションですね。訛が、その南の方の訛だと、北京ではないと。で、方向も違う方向に行くと。全然違う方向に行って、その女の子がですね、怖くなってどうしたらいいかわからないと。途中でですね、その、まあ、中の男の一人がトイレに行くというので、まず降りたと。で、その女の子もトイレに行きたいと。そしたらその男は、いやダメだと。じゃあ荷物置いてけ。というので、じゃあ分かった、荷物置いてからトイレ行く。というので、まあ、トイレに行ったと。で、そのトイレで、その掃除のおばちゃんですね、掃除のおばちゃんに、そのことを話したんですね。そのことを話して、まあ、こうこうこうで、他のところに連れて行かれるかもしれないと。そしたらそのおばちゃんが分かった、ちょっと待ってろと。他の掃除のおじちゃんたちを連れてきてですね、まあ集団で来てくれたわけです。で、結局その車は、まあどっか遠くに行ってしまって、まあそこで通報してくれて助かったということなんですけど、まあこの場合もそうですね、誘拐される可能性があったということですね。で、この話はまあ10年前のことだというので書いてあったんですが、で、僕も10年前に中国来たんですけど、その時はまあ iPhone もなかったですから、そのスマホっていうのはなかったですね、なんかちっちゃい。ノキアの携帯みたいな感じで、WeChat とかもありませんから、LINE みたいなのもありませんから、あとはみんながみんな携帯を持ってるわけではなかったので、ね、家族に LINE するなんてことはできなかったわけです。でも、その子は高校生くらいでしたから、おそらく携帯持ってない可能性もありますね。例えば今の時代、まあ、誘拐されたとして、村の方に連れてかれたとした場合、そのスマホもですね、県外である可能性もありますから、もしくはスマホを持ってかれるとか、まあ、そうなった場合はどうなるかわからないですね。これ誘拐というのは、どんなに学歴があろうが、頭が良かろうが、被害に遭う可能性というのはありますから、それはもう怖いですね。で、こういう事件があるということを知っておいた方がいいと思います。で、もう一つの方法は、自分の親戚を売るという方法です。まあ、自分の家がですね、すごく貧乏な場合はお金も必要ですから、まあ、それとして自分の、まあ、娘とか妹とか売るわけです。あとは、交換というのもあります。その家の妹。女の子ですね。女の子と、その、向こうの人の妹を交換する。そして自分のお嫁さんにすると。それで、まあ自分の嫁不足問題は解決というわけですね。一つはですね、そのちょうど中国は一人っ子政策があって、その時にまあ女の子が生まれたら、まあ殺したりとかいろいろあったわけです。捨てたりっていうのがあって、今は男女のその人口比が全然違うわけですね。男性の方が3000万人多いんです。そして、まあ今では、まあ女性の方が経済力もついてきてますから、男性が結婚できないという問題も多いわけです。まあ、以前こちらのビデオでも紹介しましたけど、そうなると、まあ、女性の要求が高くなりますし、あと女性は都会に出たりしますから、農村に残るのは男たちだけということになって、でその男たちだけもその都会に出た女の人たちより収入が低いから、まあ、結婚対象にはならないと。だから誘拐してくるって話ですね。この誘拐というのは中国国内だけでなくても、例えばベトナムから誘拐してくるとか、あとは北朝鮮脱北者ですね、脱北者を騙すということもよく行われています。もしくは騙して脱北させてその人を嫁にするという売り飛ばすというのもあります。よく以前言われたのはですね、そのタオバオありますよね、中国のタオバオで、ベトナム人の奥さんが売られているなんていう冗談がありましたけど、でニュースになったんですね、一回。何年かは2008年だったと思うんですけど、その暗号かなんかがあってそこで売られていたそうです。今あるかどうかわかりませんが。で、ここで一つ問題ありますよね。例えばその北朝鮮とかからベトナムとかから誘拐してきても言葉が通じないじゃないかと思うかもしれないんですけど、中国国内でもその例えば雲南省の村から連れてきて、で他の例えば河南省の村に嫁いだとしても言葉は通じません。方言が全然違うので言葉は通じないということです。で、ニュースになっている、その首に鎖を繋がれた人も、その人も、誘拐された後に、その、江蘇省というところに連れて行かれたわけですけど、方言が全然違くて、言葉が通じないと。なので、その人が誘拐されたのは、
行方不明になったのは12歳で、そこに嫁に来たのが15歳の時、村の人ですから、まあ、標準語知らなかった可能性もありますよね。そしてその方言とその相手の方言が全然違いますから通じない。で今回ビデオを撮られた時に何か話していましたけど、その方言も多少ミックスしてるようですね。その本当の元々の方言ではなくなってると。だから江蘇省の方言もミックスして、で話していることの解読、まあ、いろんな中国のネットの人たちが討論してたんですけど、なかなか解読できなかったそうです。でそして誘拐されてきた人たちの、まあ、大きな問題としては家庭内暴力ですね。それも旦那さんだけではなくて家族ぐるみでの暴力。理由の一つは、まあ、まず言葉が通じない、逃がさないためです、逃げないようにするため、まあ、実際はですね、逃げようとしても村は山を越えなきゃいけないですし、あと、まあ、市に道があったとしても1本とか2本とかですから、そこをもう封鎖されていては人がいたりしてはまあ通れないと、まあ、村ぐるみですからね。その村の中でほとんどがまあ買ってくるという可能場合も多いですから、まあ、みんながグルになったわけですから逃げる方はほぼできない。でその村の人たちが考えるのは、誘拐してきた人たちをおとなしくさせる方法は、その人が子供を産めば逃げないというのがあります。ここでですね、おすすめの映画が一つあるんですけど、それがですね、マンシャンという映画です。でこれがですね、ちょうど今回の事件みたいな誘拐して村に売られたという話を扱った映画です。この映画はですね、YouTube で見られるので、下にリンク貼っておきます。でも、日本語字幕がないんです。中国語字幕はありますが、日本語字幕はないので、中国語わかる人はぜひ見てみてください。その内容はですね、大学卒業したある女の子が、家の借金を返すために、仕事を探していたわけですけど、ずっと見つからなくて、ちょうど薬草会社を見つけたんです。薬草会社が、一緒に村に薬草を取りに行って、それを売れば、高いお金が入ると。それを信じてですね、まあ、村に向かったわけです。で、その一人の男ですね、そのブローカーの男、あと一人の女の子、同い年くらいの女の子、この二人がグルなんですね。で、この三人で、まあ、村に向かって、で、その女の子が着いた時に、まあ、水が出されてですね、で、その水を飲んだらもう、まあ、薬が入ってたのか、まあ、眠ってしまったと。目が覚めたら、村の部屋の中に閉じ込められる。で、その女の子は、まあ、助けを求めるんですね。そのおばちゃんとかにですね。まあ、でもおばちゃんたちは、まあ、女の人は、遅から早から誰かの嫁になるんだから、うちに嫁に来たからには悪いようにしないからと。静かにしなさいと。そういうわけです。警察に行こうとしても、まあ、警察は信じてくれないと。外地の人、地元民じゃなきゃ信じないと。まあ、実際はですね、周りの人間は全員グルなんですね。村長から何かみんなグル、まあ、食事を取らなかったりいろいろ抵抗していたわけですが、もうなすすべがないですからね、逃げようにも逃げられない。まあ赤ちゃんを抱っこした女の人が何人か来るわけです、そしたらみんなが、私も同じく誘拐されてきたのよ、まあ、でも過去のことは考えないようにしてると、これが自分の運命だからというわけです、まあ、それでもその女の子は逃げようとするわけですね。一回は山を越えて逃げようとするんですけど、追っかけてきますから村中の人が追いかけてくるわけで、それで捕まると。捕まった後は暴力ですね。まあ、最後はですね、まあ、ハッピーエンドで終わらないです。これが現実なのかもしれませんね。で、まあ、誘拐された人も、今はいろんな中国版 TikTok とかでも、いろいろ、まあ、お母さんとかが探す動画を出します、ね。娘がいなくなった、息子がいなくなったと。まあ、それでもなかなか見つけられないもんですかね。中国はですね、いろいろ、その隠しカメラが、あるわけですが、どうなんでしょうか。ちなみに先ほどの映画ですね、あれは今では中国では公開禁止です。以前は、まあ、公開できたんですけど、まあ、公開というかネット上にあったんですが、その時の最後のエンディングというのは海外版と全然違うんです。中国のエンディングでは警察が来て、その誘拐されたみんなを助け出すと。で、他の人を逮捕するというような内容で、最後にテロップが出ます。政府はこういった犯罪を撲滅するために、頑張っていると。今まで多数の逮捕者を出してきたというのが出て終わるわけです。海外版はですね、そうではないです。興味ある人は下にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに、この映画を撮った監督はですね、当局から3年間の映画制作禁止を命じられています。では皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。